こんばんは、ビバクアです。最近思ったんですけど、ベタって可愛いですよね。前々から薄々感じてはいたんですけど、ベタって可愛いですよね。そんな可愛いベタに、今回は餌をあげたいと思います。ただの餌やり動画なので、これからベタを飼いたいなって思ってる人に見ていただきたい。そんな動画になっています。今回餌をあげるのはこちらのクラウンテールの癒着くんと、こちらのダブルテールのじゃない、これは違う。こちらダブルテールのオス。どんだけやる気ない顔してるんだろう。こちらはビビルくんです。この2匹にあげたいと思います。映ってないけど。あげたいと、餌をあげたいと思います。あげる餌はですね、うちではこのテトラプランクトン。小型熱帯魚の主食。これをあげています。多分同じ餌使ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。これ、ね、ほら、ベタが寄ってくる。この黄色いパッケージを見ると寄ってくる。このベタの賢いところも僕は好きです。うちでは1日1回餌をあげています。で、あげる量はこのなんかちっちゃいスプーンで100均で買ったちっちゃいスプーンでこのぐらい、見づらい、このぐらい、あまり参考にならないですね。ちゃちゃっと食べきれるくらいの量をあげています。ではまずクラウンテールの癒着くんに餌をあげたいと思います。投入、きた。ちょっとピントが合ってない。ベタはこうやってちょっとしゃくれてるんですけど、顔がしゃくれてるんですけど、これは多分浮いてる餌を食べやすくしてるんでしょうね。進化の神秘。とはいえコリドラスとかの餌、底に沈んだ餌もがっつり食べるので、まあ、この進化は何でしょうね。見せかけ、しゃくれたかっただけですね。上から見るとこんな感じ。ベタは上から見ても綺麗なんですよね。続いてダブルテールのビビルくん、スプーンを見つけて早速近寄ってきました。ちょっと上げすぎましたね。これもうちょっと少なくした方がいいですね。このビビルくんなんですけど、結構餌を食べるのが下手。このヒレが大きいせいか小回りが効かないんでしょうかね。なんか下手なんですね。バタバタしてる。バタバタ系ベタです。うちのベタ水槽はこのビビルくんの水槽は底面フィルターで、癒着くんの水槽はスポンジフィルターを使ってるんですが、餌をあげるときはフィルターを止めています。なぜかというと、エアレーションつけてると水面が揺れて餌がどんどん沈んでいってしまうんですよね。それでベタが餌を食べづらくなってしまうので、
餌をあげるときだけはフィルターを止めています。最後はおまけで、ベタと遊ぼう動画。ベタはとても人懐っこいので、結構コミュニケーションを取ることができます。こうやって指を入れると、結構興味を持ってくれます。ベタは目の動きも分かりやすいので、結構こうじーっと見てるのが分かりますよね。かわいい、見てる、かわいい。人間が近づくと結構怖がって逃げちゃう熱帯魚も多いと思うんですけど、ベタはこうやって近寄ってきてくれるのでとても可愛いですね。もしベタを買おうか悩んでらっしゃる方いらっしゃいましたら、参考になれば幸いです。他にもベタ動画いろいろ上げてるので、もしよかったら再生リストのベタ動画まとめてますので、そちらをご覧ください。それではベタの餌やり動画とベタとちょっと遊ぶ動画でした。それでは今回の動画は以上になります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。動画へのコメントや高評価、またチャンネル登録いただけると嬉しいです。 Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければご覧ください。それではまた。